長丸選手、マンオブザマッチ、本当におめでとうございました。さあ、それではこの素晴らしいキックをくれて決めました天川真子選手にヒーローインタビューを行います。まずは久々の戦争での勝利おめでとうございます。リート選手がヒーローインタビューというのはこの戦争では初めてなんですけども、まずは度肝を抜かれるようなあのフリーキック感想を聞かせてください。そんなことはないです。たまたまだったらあそこでキッカーは任されないはず。スタジオですさまじい勢いのドライブシュートを決めるリンドー選手やってくれるんじゃないかという声はずっと聞いておりました。あのフリーキック振り返っていただけますか。いやー、スタジオではあのすごいいっぱい蹴りさせてもらってますけど、試合ではちょっとやっぱりキック悩んじゃうので、いやすごい歓声に包まれましたけれども、4月11日のサルビ戦ではアディショナルタイムにチームを救う勝ち越しエンド、そして今季2号のエンドになりました。ただチームは6月リーグ戦で勝ちがなかった中で5月16日沼津戦以来の勝利となりました。ちょっと苦しんだ間チームとしてどんなことに取り組んでこられたんでしょうか。西さんがよく言うカロニアだったり切り替えだったり、そのチームとして本当に一度再現でしょう。規定ではありますが、これで2位に浮上、そして上位を争っている熊本キングと今週、来週ともに1試合ずつお休みということで、2連勝で自力のトップで折り返しというのも見えてきます。これだけ集まっていただいているサポーターの皆さん、そして昇格を信じているサポーターの皆さんにリンド選手からメッセージをお願いします。まだまだ個人としてもチームとしても足りないところばっかりなので、皆様のお楽しみがすごく大切になります。前半戦トップで迎えていただきます。頑張って、よろしくお願いします。後半戦もよろしくお願いします。見事なフリーキックを決めました今日のファンオブザマッチ、リンドー中野選手に今一度お分け